ってきます。行ってきます。朝起きて今日雪やと知った時のこの驚愕。テンション上がるね。そうね、俺雪好き。うん、すごい綺麗よ。じゃあ今日のメインイベント、書き初め 大段階ね。違います。寒くて噛んでるし。言わないでもらえる。腕がすごいました。結構1時間ぐらい並ぶのかなとか思ったんですけど、どんぐらい、もうすぐ？すぐね。ね。でも雪やったからっていうのもあるのかもしれへんけどね。そうね。これからもしかしたら混むかもしれないんですけど、 T シャツと、あとは武道館のタオル、あとはこのエコバッグを今回は購入してみました。いいじゃん、いいじゃん。どう？かわいい。じゃあちょっと時間を過ごしますか。そうですね。ショーミーアウェイチャンネルさんのショーさんと会いました。ショーさん、皆さんこんにちは。ショーミーアウェイチャンネル管理人のショーです。ようやくアイさんアンさんと会うことができました。私は実はアイさんアンさんの動画を見て、浜田翔吾さんの YouTube チャンネルやろうって思ったんですよ。いやー、すごい照れちゃう。なんで最初の頃の動画だとかもずっとアイさんアンさんの動画見てて、結構初期からチャンネル登録させていただいて、いつも動画編集すごいなって。ありがとうございます。本当にもうすぐ入場の時間になります。はい、私たちは時間までちょっと雪遊びをしたりして待ってます。じゃあ精一杯楽しみたいと思います。綺麗ね。でもイエーイ、本当に最高だった。最高だったね、ほんまに。もう全部の曲が本当に名曲すぎて、もうこれをね、生で聴けるのって本当に幸せ者だと思う。もう燃え上がってたもんね、聴けてた、本当にもうずっと隣見たらおらんかったもん、びっくりした。そんな、あ、そうだろ、ペットボトルにおるんかなって。なんか一回探された気がするそんな感じで、実は今隣に、翔さんがいます。はい、ショーミーアウェイチャンネル管理人のショーです。イエイ。ライブ終わった直後の、あの高揚した気分でどの曲がいいかっていうのはショーさんの方のチャンネルでちょっと話してるんで、よかったらショーさんの動画も見てみてください。ありがとうございます。星がね、一つね、あるね。みんなの希望の星がここに言えてますけど、こんな感じでちょっと興奮しておりますということで、はい、またねー。